浜田弥平らに捉えられる、ピーテル・ノイツ、1628年、ピーテル・ファン3点は、平戸・オランダ省官の第6代省官長で、1633年に短期間その職にあった。前省官長のコルネリス・ファン内縁堂での死去に、伴い省官長となった。対応湾事件の影響で、日蘭貿易は1628年から4年間停止しており、 事件の当事者のピーテルノイツを日本に引き渡すことで、貿易は再開されることとなっていたが、3点の在任中に、オランダ船の日本への来航はなかった。そもそもの事件のきっかけは、オランダが台湾に寄港する、外国船20%の関税をかけたことであった。これを不満とした、衆院船の船長、浜田弥平は、台湾行政長官であった、ノイツを人質に取る。 実力行使に出た。その後の交渉で互いに5人ずつ人質を出し合い、互いの船に乗せて長崎に行き、長崎の港に着いたら互いの人質を交換することで同意、一路長崎に向けて船を出した。無事に長崎に着くと、オランダ側は日本の人質を解放、オランダ側の人質の返還を求めた。ところが、長崎で迎えた大官 スエツグ平蔵らはそのまま、オランダ人たちを拘束、大牢に監禁して、平戸オランダ商館を閉鎖してしまった。オランダは、この事件は経験の浅いノイツの対応が原因である、ため、オランダ人を解放してさえくれればよい。都市、ノイツを解雇し、日本に人質として差し出した。なお、ノイツは1632年から1636年まで、日本に抑留されていた。 三点は貿易再開の感謝するため、1633年6月7日に徳川家光に配慮している。なお、この時から年に一回オランダ召喚長が散布することが義務付けられた。三点は召喚長の職をニコラス・クーケ・バッケルに委ねた。内縁道での遺言に従い、その子女の教育を行った。ありがとうございます。